皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回は青鬼オンライン裏ステージやっていきたいと思います。さて、だいぶね時間経っちゃったけどもね、投稿する機会がねなかなかなかったから、さあ音量調整して、でこれでこっからまた逃げて、でさらに宝箱を使って限定スキンをゲットするってやつなんだけども、 OK、 これはいけるぞ。このね腕のこの動きのモードにいくつか変わって、でこれはねちょっとちょっと早い、もう一段階遅いやつがあるんだけど、それが一番簡単で、でこいやこれ難しいか、難しいですか。あうえ、さあもう一丁 OK。 これでね一回コンティニューすることにこの手の動きがね変わっちゃうんですよ。これはまあゆっくりだからやりやすいか。でこれねなるだけ前進んでって、でこのね通路に今行く、あ OKOK、通路に次に行く経路のところに、ああそれ当たるのかい、それ当たり判定あんのかい、あれ親指だっての気がする。あいいよ、これねこれこれですよ、これ皆さんこれがね一番そうやりやすいかなって個人的に思うやつ。遅くて斜め、まあね遅いがゆえのその逃げ道を塞がれるっていうパターンも大いにあるんだけども、そうそうそう、やっぱりこれが一番やりやすいかな。これでぜひちょっと、ああ画面外オッケー、ああ変わっちゃったあさっきのが良かったな。さあもう一回やっていくと、あれ何にやられたんだろう、あれ手かな。でこの結構動きの速い手は自分の行きたい方向とは別のところにあえて行かせるということでやっていくんだけど、この先のね本当はスイッチが一番、これ当たるね、よくオッケー、よけて、で親指は大丈夫。さっきなんで当たったんだろうねこれね、ああそれ当たんないの、嘘で、ここね、急いで、よし、当たんない。あ、よしよし。扉開けて、よし、いいよ、扉開けて、と穴行きが流れていくぞ。さあ、で、ここが、一回落ち着こう。で、これがね、端っこなんだよね。あー、間に合わない。で、あそこがね、今のところの網がね、確かね、一番端っこから行かなくちゃいけないんですよね。本当にそれが分かんなくて、俺がいつもこのステージを失敗する要因なんだけど、おおそれ当たんないんだ。今完全に今手の真ん中通ってたけどね、それは大丈夫なんだね。 OK、 いいよ、一回左にやってって、あ右か、右に行ってって、さろれつが回んなくなってきたぞ。これでさ押して、よし、いやずるい、いやずるい、お前おい右腕お前ずるいだろお前。これでね俺は何回も測られてやられたことがあるから、そう、ほら、こうやって扉に行こうとした。あ、あれな、動きいきなり変わったじゃん、お前腕。どうした話がちげえよさて、もう一回やっていくよ。あれいきなり変わったけど、どうしたの青鬼さん。そんな話聞いてないですよ。契約書に書いてなかったっすよ。ちょっとダメっすよ。さ、そんなこんなで一回、やってて。で、こっち、ここで、まあ、いいか、これで抜けてって、で、すぐ左へ。で、抜けて、あー、やべ、つかかった、あぶねえ。よしよし、いいぞ。で、ここで押してって、そう、これがね、なかなかずるいんですよ。一回出てって、で、これで、ここはね、押したはず。で、右手が一つも動かなかったならいい。OK、あ、これ、モード変わるんだね、ここでね。いいよ、OK、して、しかもゆっくり。で、ここでできれば行きたい、いける、よしよしよし、危ねえ。でここだよ、ここわかんねえよな、これこんな画面端で、これでこうこうで違うんですよ。でこれで俺何回も失敗してるから分かる。これで真ん中行って端っこ、よし、オッケー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 。こっから先はなんだ、さあこっから先俺知らないぞ、どうなんだ、あ裏逃げ来た、ゴール、よし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 。さあこっからですよ皆さん、こっからさらに宝箱を選んで限定スキンをゲットしなくてはいけない。さあどれだ、俺は今回この中の3つの中でどれか1つは限定スキン入りだからね。そう、俺はこいつを選び、左来い、ふざけんなこの野郎くそなんだよ青鬼参戦で3000か、くそー。でしかもあれだね、今なんか俺宝箱開けちゃったけど、裏ステージってあるんだね。こっから行けるんだ。へえ。それを知らないっていうね。オッケー。じゃあ、今回はちょっと
ちょっと思わずもう声荒げちゃったけど、こんな感じ。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。